座ってみなくて、ちょっとずっと開けてあげて、それからこう、ずれて、ずれてっていうか、針を取る場所を開けてあげて、場所を開けてあげて、じゃあ、ここは来るから、どうぞ向こうへ、どうぞ行ってください、それから全然違うんです。離れたとこう合わなくなっちゃうんですね。だからなるべくここでくるりんってここでこういう顔してると近いね。近い。で姿勢もいいの。これ。姿勢がこうなってるとこうなってこうなっちゃう。回すかとになっちゃう。なるべくこう近くてこう近い。そしてここにこう落としてくる。だから緩んでないよね。こうやってやればやるほどこうやって遠くでこうやってやるからほど緩んで難しくなっちゃうから。腰曲がってね。なるべくこう来てて、こう入ってて、近い。そしてここにこう落としてくるから。なんていうの、あんまりこう手出す。今ちょっと手出ちゃったけどさ。なるべく近いところ、近いところで、ここで、こう来てて、ここにこう落とす。もう一回落とすね。じゃあ今度は、こう入って、同じ。今、ここ入ってきたの。これを持ったら遠く回すとこう回していって取るんじゃなくて、なるべく近いところで取る。バーン。近い方がいいし、来たのがポッと回って上げて、これは遠いと止まって、あんなこれね、こうなんだ。そして近い。こう来てる線を外したんだけど、ギューッとこういうふうに持ってきちゃうと回しちゃうことになっちゃって良くないから、この線を外したら外しただけ、外してこの位置ね、この位置をパッと外しただけで、この位置がここで止まってやったらこうなっちゃうから、自分がこういうふうに、こういうふうに、ただこういう手がこうなる、彼の手がこれがこうなってこうなる、そういう位置探して、あんまりこの手をさ、こうギューッとこうやっちゃったりとか、こうやって持ってきたりしないように、こう入ったら、温度ここに、ここに来るように自分が触る。これを動く、たくさん動かせば動かすほど、なんていうの、相手に感づかれて、上手い人が、これ相手が上手ければ、これで対応してきちゃう。なるべくポーンで出しておいて、パッとここに、どうするかな。そういう意識で、パッと、いなくなって、パッとね、入れるように、同じように、やった方がいいですね。じゃあ今度は、こうやって入って、今こっち来たんだけど、ここからこう、入ってくる。今度反対の手使って、手離して、抜いて、こっち。手が違うだけです。線外すこと。今ここ、この手、こう動いてるんですよね。今度こっちの手、こう、手で。手が熱くなってくると、手離して、こういうふうに、こう、ここから落として、今は、手離して、本当にここに来たんだけど、手離す、こうして、ここに、見ないで、いなくなったら、もう、へそから、こう、そうです。こう来たのがいなくなる。これは足が並ぶようにして、そしたらここ、ちょっとこのぐらいが移動的に、それで、その時に、坂本さんと足と足の間ぐらいのところに、こっちから入るから、
無駄だったらこう思う。いなくなる、まず。これ。やらないで、いなくなる。フォークがいなくなる。それで、落として、とこうなってる。もう脇もらえる。からこう置くのが、脇もらえる。足戻してもいいですよ。そしたら、こう。足がそのままで戻してもいい。こう来て、足がそのままだったら、こうなってて、表入りたいんだったら、こう、裏入っちゃってますけど、表入りたいんだったら、こっちから、こう。1、2って入る。重心、こう。重心の表、スケートみたいな。なくなったら、ここ。足こうなってるね。で、裏でね、この範囲の一番このターン、裏だ。でもこうなっちゃってて、ちょっとわこの手も嫌だし、この範囲の嫌だなと思ったら、この手を伸ばしてきながら、こう入ってると、この手が力になってくる。この手来ないの。もういっぱいいっぱい。それで、ここ入る。それで、じゃあ、今日は姿勢をまっすぐにして、線を。こう、へそ通りにした、彼らが中心通りにした、どうぞ取ってくださいって、いなくなった。たら、ここ。そして、ちょうどいいと。今、こうなってますから。表へ行くんだったら、こっちから。こうやって、こう入る。そしたら、手も来ないよね。そして、こう。裏だったら、こうして、こうね。そして、こうなってる。もう取れてるから。これも先に出ちゃダメ。ここもらってこの位置こう打ってくるんじゃないですか。ここでこういうふうにほらそれでこういうふうになって止めていくとこういうふうになってで自分の手はずっとこういうふうに上げてるって感じ。この線をこう振ってくるんだけどこの線はこうなってるね。だからこう落ちてくるんだけど、落ちてくるんだけど、こういうふうに上の方に上げてるわけ。それで近いの、自分。こう離れてるのが近い。そして、ここに戻る。それで、で座る。こうね、こう。打ってくるんですよね。打ってくるんですよね。ここの場所でやらないで、線を外して、ちょっとする。こういう位置。で、当たる。で、これを、こう受けちゃうと手届かなくて全然ダメ。だから当たる位置、当たる位置で、当たる位置でこっち入ってるね。こう当たる位置で線を外してる。当たる位置なんだけど線がこの線外れてこうかこうか。で位置的にはそういう位置、場所、距離。でこう来てこれがこういうふうにでここ入ってこういうふうにここに入ってる。で線をまず外す。で線をこの線を外す。外すのは表の場合は一般的にこうこっちこっから来てすごくこれ上げるの難しいから線をちょっと外してこういう位置とこう入ってでこっからねこういうふうになるこういうふうになってでここに入ってきてそしてね、何しろ線をこう外して外し大外しにあってこっちが入る位置ちょうどこういう位置打ってきたらこういう位置ですこういう位置そして線を外してこういう位置こういう位置そしてまっすぐこれを上げていくこの手こういうふうに上げてでこういうふうに自分がここまでここまでで、まあ、要はこう入ってきてまっすぐ入ってでこっち横でいいでそういうふうにしてこう来たのがこうにそしてここに入ってそして裏はこう来てちょっとこのぐらいちょっとこのぐらいそしてやっぱりこう上がってるから
この線がこういうふうにね、でこう線をちょっと外して、線を外しながらこう、線を外しながらこう上がってるんだね。でこう